はい、こんにちは。北沢コレクションです。今回はこちらの各週間ビッグスケール F1 コレクションのアローズ A1B をご紹介します。はい、ということでこちら今回はですね、第47号ですね。47号はアローズ A1B ということで、1979年にリカルト・パトレーゼがドライブしたこちらのマシンになります。ということで、なかなか渋いマシンだなと思うんですけども、そんなこともあってですね、今回も本屋さんで買ってきたんですけども、実際ですね、こちらの商品を選んでる人は2人しかいなかったという感じでですね、やはりマシンによってですね、だいぶ差があるなと改めて思いました。では開封してみます。はい、こちらになりますね。こちらが冊子になります。今回はアローズ A1B ということで、1979年シーズンの解説になっています。アローズ自体がもともとシャドウから分裂して、出来上がった F1 チームということですね。このトニー・サウスゲートが設計したこのマシンだったんですけども、それがですね、アローズと似すぎてるんじゃないかということで訴訟問題になってですね、それでオリジナルマシンを製作したというところで、このアローズ A1 っていうのが出てきたんですけど、このアローズ A1B はですね、それの改良型ということで、1979年シーズンに投入されたマシンですね。戦績としてはベルギーグランプリで5位に入ったということですね。そんなに活躍したマシンではなかったんですけども、今回はこちらのマシンがモデル化されました。で、後半はですね、リカルド・パトレーゼの解説になってますね。まさに鉄人という感じで、1993年まで活躍してましたね。ということで、次号はこちらですね。第48号は10月24日発売で、マシンはレッドブルレーシングホンダ RB16B ということで、2021年にマックス・フェルスタッペンがドライブしたこちらのトルコグランプリ仕様のスペシャルカラーリングマシンですね。こちらになります。いやー、これは久々にやばいモデルですよね。これ手に入るんでしょうか。はい、そしてその次、第49号は11月7日発売で、ヘスケス 308B ということで、1975年にジェームス・ハントがドライブしたこちらのマシンになります。そしてその次、第50号は11月21日発売で、フェラーリ 312T4 ということで、1979年にジョディ・シェクターがドライブしたこちらのマシンになります。ということで、次はこちらのミニカーの方を開封してみます。はい、ミニカーはこちらになります。開封してみますね。はい、こちらになります。はい、ミニカーはこちらですね。アローズ A1B ということで、リカルト・パトレーゼが1979年にドライブしたこちらのマシンになります。今回も本屋さんで検品してきたのですけども、やはりですね、いくつか気になるところがあったので、そのあたりをシェアしていきたいと思います。まず最初はこちらのリアウィングですね。リアウィングに関してはですね、まず上から見た時にこちらとかこちらにずれているかどうかというところと、あと、正面この辺かな、この辺から見た時にこちらの方のズレですよね、こちらにズレがないかって、この両方で見てみたんですけども、今回はですね、そんなにズレてるのはなかったかなというふうに思うんですけども、特にこちらが若干あるかなという感じがしましたね。あと次に気になったのはこちらのミラーですね。ミラーの取り付け角度についても、こちらが、これは少し外側にズレてるような気もするんですけども、そのあたりが両方とも整ってるかどうかということは見てみました。あとは定番なんですけども、こちらのシートベルトのズレですね。今回シルトベルトのズレに関しては特にですね、あんまり気になるものなかったので、大きなズレというのはなかったですね。なので、割とこちらに関しては安定してるかなというふうに思いました。あと今回気になったのはこのマーキングなんですよね。で、こちらに関してなんですけども、この個体も少しここになんか黒いものがありますね。あ、ちょっと取れてますけど。こうやって多分デカールのこういうなんかかすれたようなですね、こういう破片みたいのが結構このボディに付着しているものが今回多いような気がしたんですね。多分この黒い線だと思うんですけど、この黒い線とかですね、このラインがですね、途中で切れているものがないかとか、そのあたりを確認した方がいいかなというふうに思ったんですよね。私が見た中でこのラインが途中で切れているものとかやっぱりあったんですよね。なのでですね、特にこの黒いライン、この細いラインがここに入っているものですね、そういうラインがきちっと全部入ってるかっていうところは確認した方がいいかなというふうに思いました。あとこちらのステアリングの角度ですね。ステアリングの角度についてはですね、そんなにずれてるものはないと思ったんで、
回は大丈夫かなと思うんですけども、曲がっているものがないかということは一応確認した方がいいかなというふうに思いました。あとこちらの前輪の取り付け角度ですね、こちらに関してはこういうふうに見てですね、ズレがないかというところは確認したポイントだと思うんですけども、こちらの角度が整っているかどうかということは見たいなというふうに思いました。ということでね、次はこちらの台座から外してさらに細部をチェックしていきたいと思います。はい、台座から外してみました。ブラックとゴールドとレッドのこのカラーリングが特徴的ですよね。こちら正面です。ノーズの2分割式のエアインテークが特徴的ですよね。こちらリアになります。 V 字型のダンパー配置が特徴的ですよね。こちら左側面です。ボリュームのあるエンジンカウルが独特ですよね。こちらは右側面です。サイドポンツーンからリアウィングにかけてのレッドのラインがかっこいいですよね。こちらは正面です。サイドポンツーン全部のエアインテークの形状が面白いですね。こちらはシャシーです。車体下側のエアフローの作りが興味深いですね。それでは各部を見ていきます。まずボディの材質なんですけども、こちらのボディ上面ですよね、こちらに関してはダイキャストになっていて、こちらのサイドポンツーンの部分ですね、こちらに関してはプラスチックの部品が使われています。ノーズ部分はこちらの先端と、あとこちらにエアインテークが設けられているのが特徴的ですね。あとフロントのエアインテークの奥にはこのようにですね、オイルクーラーですかね、こちらのパーツも取り付けられています。ちなみにメインスポンサーのバルシュタイナーなんですけども、こちらはピルスタービールとかで有名なドイツのビール会社ですね。このアローズ A1B の特徴はこのノーズ部分ですよね。この長めのノーズでですね、非常に低いこのノーズからですね、このコックピット部分が急に立ち上がると、このデザインがなかなか面白いなと思って。あとこの車の特徴はサイドポンツーンが非常に低いことですよね。しかもこのエンジンカウルは非常にフラットな感じに見えるんですね。なんか F1 というよりもですね、むしろインディーカーのマシンのような、なんかそんな雰囲気が感じられますよね。あとこの車のサイドポンツーンなんですけども、このベンチュリートンネルのところ、この上からとですね、あとこの下からこの2分割でですね、エアトンネルが作られていて、これなかなか面白いところかなというふうに思います。このモデルではこのようにリベットの模様をきちっと再現してあるんですよね。この時代ならではのディテールではあるんですけども、やはりこういうところがしっかり再現してあるとリアル感が増しますよね。フロントタイヤはこのような形でグッドイヤーのロゴが入ってますね。そしてリアはこのような形ですね。このリアのホイールもなかなか個性的なデザインですよね。この車のリアウィングは左右の翼端板をこの下側のプレートですね、こちらで連結してあるような、まあ、そういう作りになってるんですけども、第3線からこのセンターピラーでリアウィングを固定するタイプになったんですね。なのでこちらのリアウィングの仕様は第1線と第2線の仕様ということができると思います。あとこのマシンの特徴の一つは、リアサスペンションのスプリングダンパーユニットはこのギアボックスの上に配置されているというこの作りですよね。この形式はアローズの初期のマシンに共通するものなんですけども、こうやって後ろから見るとスプリングダンパーユニットが V 字に配置されてるんですよね。ここはなかなか面白いポイントなんですけども、このモデルもですね、そういうこのアローズ A1B の特徴的なディテールをこのように正確に表現しています。ちなみにこのモデルではこのように左右のリアタイヤがシャフトでつながっています。コックピットはこのような形ですね。1970年代のマシンなので、このようにメーターパネルも非常にシンプルですよね。ちょっと見えにくいのですけども、ステアリングの右側にはこのようにシフトレバーも再現されています。シートベルトはこのような形で、ウィランズのブルーのシートベルトがデカールで表現されています。モルトとかはないので、やっぱり非常に平面的な仕上がりになっているんですけども、ただこのブルーのシートベルトはこのモデル全体からすると非常にアクセントになってますよね。ということで今回は各週間ビッグスケール F1 コレクションのアローズ A1B についてご紹介しました。最後までご視聴くださりありがとうございました。